今シーズンシニア国際大会初挑戦の竹田菜那、 NHK 杯で3位優勝し、今大会でも上位進出を狙っていた。しかし昨日行われたショートでは予定していたジャンプでミス、不本意な演技となってしまった。悔しさで涙がにじんだ。しかし菜那に涙は止まない。もちろんこのままでは終わらない。練習してきたことを 100% 出してお客さんにいい演技を見せられたらいいなと思います。さあ元気を出していこう。そして涙を笑顔に変えよう。演技直前最後のアドバイスを岡島コーチからもらいました。流した涙の分だけ心はきれいに洗われて、その分曇りのない笑顔を期待しましょう。グランプリシリーズで上がった表彰台、そんな自信を胸に竹田菜那のフリースケーティングが始まります。曲は音なる秋に寄せて。ダブルループ、ちょっと飛び急ぎましたね。昨日のショートプログラムと同じ状態になってしまいました。まだしかし取り返すチャンスは十分です。トリプルサルコル、これは3回転決まった。綺麗でした。もう一度来ましたね。ここは綺麗に決まりました。トリプルループ、ダブルトーループ、綺麗に決まりました。乗ってきた乗ってきた。スパイラルシーケンス、一つ一つのポーズも3秒間必要です。トリプルループからダブルアクセル、笑顔がはじけます。トリプルトーループ、これも綺麗でした。ジャンプ以外のストレートランステップでもポイントを高くしていきたいところですね。一つ一つターンもステップも丁寧に踏んでいます。いいですよ。
ダブルアクセル、ダブルトーループ、もう一つダブルトーループ。3連続。笑顔と合わせて一番見てほしいというビームマンで締めくくりました。武田奈菜スマイル弾けた2007年の武田にとっての最後の演技。いや荒川さん、はい、本来の武田らしさが出ましたかね。そうですね、最初のジャンプトリプルを予定していたものが2回転になった後に、はい、フリップジャンプのところをとっさにループをトリプル入れてきました。そういったとっさの判断をしながら、その他を乱さずに、はい、最後までミスなく取り戻して終わった、そして非常に伸び伸び滑っていたので、今回本当にその失敗を取り消せたかなというふうに思います ね、 ね、まあ、八木沼さん、はい、大会前武田は150点をクリアするという目標をこの全日本掲げてました、はい、そういった意味では今日のフリーはシーズンベストがこう要求されたんですがね。はい、そうですね、あの最終グループではなくて、はい、このグループでもやはりあのもう自分自身との戦いになりますから、うん、これまでは調子も良かったですし、やはり精神的なものが試合では要求されます、必要になってきます。そういった意味で武田選手、最初のジャンプを引きずらないで自分でちゃんと組み立ててコントロールできたというのは、やはり成長してきている証ではないかなと思いますね。ジャンプ一つ一つも安定していましたし、 GOE 質の方でジャンプの質の方でもプラスをもらえる面もありましたから、そしてスパイラル一つ一つ綺麗に、上体も上を向いていましたし、笑顔も良かったですね。スピンでもレベル4をもらえたところもありました。いやー、やりましたという思い出のキスアンドクライです。ショートプログラムが9位、そして第3グループの最後の滑走者だった武田が終わって、最終グループがスタンバイを始めています。最終グループ1番で滑るのが浅田真央、そして安藤美希は最後にこの全日本選手権を締めくくってくれます。そして武田奈菜、そんな最終グループを追い詰めるか。テクニカルエレメンツ先制すごいよという言葉とともに 59.19、 プログラムコンポーネンツ 49.44、 フリーでなんと 108.63、 トータル目標の150点はクリア、 157.97 をマークして、ここで武田奈々トップに立ちました。これで最終グループに大きなプレッシャーを与えます。第4グループの選手の皆さんは練習